島は海洋汚染もこの含んでますし、非常に歴史的にですね、大きな環境問題なんですね。これから何十年も続くような大きな環境問題です。で、一番先にこのなんで論文にしたかということなんですね。これはあの皆さんにとってはですね、なんで日本語で書かないんだとか思われると思うんですね。で、分かりにくいじゃないかと。ところがですね、この今の、研究というのは国際的にいろんなところに持っていって評価してもらわないといけないという問題なんです。で、後でも述べますけれども、田中委員長が言ったのはどういうことかというと、田中委員長は科学論争としてですね、受けて立とうという彼は言ったわけですよね。科学論争をしたいということでありますと、どういうことかというと、論文としてきちっと第三者に認まらないといけないんですね。論文として投稿するということは、第三者、裁判官がいるわけですね。で、裁判官がいて、その裁判官が、これは今の科学から見て妥当だと。普通は3名の国際審になりますとですね、3名の査読者が来ます。査読者というのは裁判官ですね。その裁判官がこの議論を妥当かどうかを判断してくれて、そして初めて妥当であるということになると、この載せてくれるわけですね。それ国際的な研究者をこの裁判官として入れて、で我々の言っているこの今回の東海地南の調査が妥当であるという結論が出たために載せてくれるわけですね。そうするとですね、今度は田中さんはこの論争が違うというんであれば、田中さんも同じ科学論争をする人ですね。田中さんがその議論を論文に投稿して、そして同じく3名の査読者をつけて、そしてそれを議論を出す必要があると。だからこれはやっぱ私たちは科学者ですが、科学論争として受けて立ったというところがですね、非常に大きな問題だと思います。結論からしますと、我々はシミュレーションの結果、軍人の放射能測定からシミュレーション結果に続く点における土壌中のストロンチウムの高い濃度、この3点を根拠に福島第一原発から放射能が南相馬地域に飛び散ったと結論したわけです。この3点で、そういうことからですね、原子力委員会の、田中さんのですね、見解はやはりこの科学論争として受け入れられないというふうに考えております。やはり今回のことで思うのは、皆さんフォルクスワーゲンの話をよく問題になったのを覚えてられると思うんですが、フォルクスワーゲンの発端というのは、フォルクスワーゲンという非常に大きな大企業ですね、データを捏造してたんですね。でそれを国もですね、いろんな規制庁も見抜けなかったわけですよね。でそれを、市民の方がですね、ちょっとやっぱおかしいんじゃないかということで大学に相談されたと。その大学もですね、大きなハーバードとかそういうところじゃなくて小さな大学ですよね。そこに相談されて、そこの、研究者が暴いて最終的にああなったと。そういう点から見るとですね、規制庁は少し反省してもらうのは困るし、そういう点で我々はですね、今回科学論争ということで規制庁から、ある意味では喧嘩を売られたようなことになりますので、やっぱきちっとした科学論争をする必要があったためにですね、皆さん方のご協力を得てですね、このフォルクスワーゲンの例ではないんですけれども、皆さん方の、少しお役に立てて。というかなというふうに思いますので、このデータについては我々はかなり自信を持ってますので、そこについては信念の問題ではなく事実の問題としてですね、持っておりますので、いろんなことを使っていただいても結構です。以上です。